アーセナル冨安、ようやく練習復帰した。現地メディアが冨安の現状について報道、すでにプールでの練習に復帰しているとのこと。頼むよマジで。報われてくれ本当に。ノーロン間に合うのだと来たら嬉しすぎる。この週、ノーロン CL 初戦、チキと大きな試合が続くから、無理だけはしないでね。カラフィオール、ケンバーとサツキより競争が激しい中、スタートダッシュで遅れを取ったのは激痛だったね。ピッチに立てば実力、経験は申し分ないから焦らずしっかり直してほしい。昨シーズンまで冨安が至らなってシーンは何度もあったんだけど、今のところ冨安が至らなってシーンが一度もないの結構まずい気はする。リラ戦は普通に冨安至ら試合じゃなかった？まだシーズンの序盤も序盤だから一旦様子見でしょ。正直冨安好きだからあれだけど昨シーズンほどの不安はない。冨安が左の中で一番役割こなせてるし、ケンバーも不安だけど、ジンチェンコをオプションで使えてる分強度は申し分ない。なんやかんや冨安至ら重宝するよ。万全ならスタメンだよ100回目。